これに関して先ほど申し上げましたように、今全般的説明ありましたけれども、やはり読み返していただいてお考えいろいろあると思いますから、ペーパーで後ほど意見はどうぞお寄せいただきたいと思いますが、今日この場でですね、どうぞ皆さんの意見を聞かせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。松村委員、よろしくお願いします。概要版の方が分かりやすいかもしれませんが、今本体で説明いただいたので本体の方のページにさせていただきます。まず13ページのシステム改革のところ、概要版でも強く断行というふうに書いていただき、ここでも明確に推進するということを言っていただいた、それでその理念というのも十分反映していただいたと思います。私はこの点は高く評価すべきだと思います。ケチをつけて申し訳ないんですが、先ほど秋元委員がシステム改革をすると必ず電気料金が上がるというわけではないということを言い、私は孤立していると言って、もう私は何というのか、もう怒りよりも通り越して呆れちゃったんですけど、システム改革をすれば必ず料金が上がるというわけではなく、電気代が、システム改革の方向性を間違えれば、設計を間違えれば電気代が上がるということはあり得るのだということは、もうシステム改革の最初から最後までずっと私は言い続けてきたつもりですし、報告書にもちゃんとそのようなスタンスで書かれており、でだからこそ今システム改革の議論でこんなに苦労している、自由化すれば、改革をちょっとすればもう必ず電気代が下がります、安定供給も確保されますっていうんだったらこんなに苦労はしない、きちんとした制度を作らなければそうなるというのだから、こんなに苦労して作っているのだということですので、必ず下がるわけではないという点で孤立しているのではありません。もし孤立しているということが本当にあるとすれば、電気は100年続くから、特殊なんだなんていうわけのわからないことを言うから、そういう印象を受けるということだけだと思います。私はこの点については、今の方向性も間違ってない。それから、より重要な点、2点目ですが、16ページの原子力のところです。これはもうずっと同じことを言ってきたので、またかと言って、またお叱りを受けるのではないかと思いますが、私はまず、この括弧5丸2の必要とされる規模を十分に見極めて、その規模を確保するというのに関しては、ずっと反対と言ってきたつもりで、今回ももう一度繰り返させていただきます。その上のところ、エネルギー需給構造の安定性を支える重要なベース電源であるというのに関しては、一貫して原子力というオプションは捨てないということを、重要な選択肢として残すということは明確にずっと主張されてきたと思いますし、私はそれ自身が間違っているとは思わないので、この上のところの底の部分がおかしいと主張するつもりはないのですが、その規模を確保するっていうことはかなり意味合いが違うのではないかと思います。例えば自動車で、ガソリン自動車っていうのを今後、作ってはいけないと言われるとか、販売してはいけないとか言われる、あるいは10年後にはそう言われるかもしれない、そういうことであったとすれば、もう安心してガソリン自動車のために研究開発投資ができません、あるいは設備投資できませんと、だからそういうことがないっていうことをはっきりさせてくれということで、ガソリン自動車という重要なオプションは捨てないということをコミットするのは非常に重要なことなのかもしれないけれど、それガソリン自動車が何台、生産され、何台、売られるのかというようなことを、国がその規模を確保するということを明確に言って保護せなあかんのかというのと同じ理由で、原子力に関しても、ずっと多くの人が主張しているように圧倒的にコストが低いということであれば、このでそれなりに生き残るということには当然なるでしょうし、逆に凄まじくコストが低いということになれば、低い量になるということになるんだと思いますが、いずれにせよ量を確保するということを言わなければいけないのかということに関しては、若干ではない疑問に思っています。ただ、救いはここで明確な量を言っていない、20% 確保するとかっていう、そういうようなことを言っているわけではなく、コストだとかいろんなことを見極めながらこれから判断していくというところはまだ救いだと思いますが、私は確保するという形で本当にコミットしなければいけないのかということについては疑問に思っていますが、同じことが20ページについて言えます。20ページはこちら長期のことを言っています。長期について今すぐは値を決めないということは、この16のところでも出てきて、20でおそらくさらにはっきり出てきているんだと思いますが、
エネルギーミックスについては先行きがある程度見通せると判断された段階で速やかに示すというのに関して、エネルギーミックスというのは何を指しているのかということを明確に示すというのは何を指しているのかということをきちんと考える必要があると思います。これは見通しなのかコミットメントなのかということで、近い将来状況がはっきりしたらコミットメントとしての数字を出しますということであるとするならば、私はこれが正しい政策の方向だとは思えません。ただ見通しを示し、こういう姿だと政府は思っており、その姿を前提としていろんな政策体系を組んでいる。でその姿が実現しないということが明らかになったとすれば、当然重点の政策が変わってくる。安全保障という点でかなり心配な数字が出てきそうになったということなら、よりそれを重視する方に政策を変える。そのための基準として、見通しを示すということならいいと思うんですが、特定の電源に関して、例えばその、LNG 火力が何パーセント、石炭火力が何パーセント、原子力が何パーセントというような形でコミットするという必要は、先行きがある程度明らかになった後でも私は必要ないと思っています。したがってエネルギーミックスを、については速やかに示すっていうのは何を意味しているのかということを、次の回の時に、明らかにしてください。以上です。はい、ありがとうございました。西川委員お願いします。今かなり 準実務的にずっと網羅的にご説明願ったという感じでですね、十分全部把握はしていませんが、原子力発電所が立地し長年この問題に取り組んできた県の立場として、いくつか申し上げたいと思います。まず全体のスタンスといいますか、政府の姿勢でありますが、日本のエネルギー政策の方向については、今回は国民は元よりでありますし、国際社会においても政府の立場とか姿勢をじっと注目をしていると私は思っております。今回この報告書を明らかにする以上、このエネルギー問題を進めていく上での政府がどういう責任と、あるいはここに掲げた問題についての自信といいますか、こういうものについてはっきりできるだけ示すことが重要かなと、こんなふうに思います。まあ、原子力の問題をどう考えるかというのはいろんな意見があると思いますけれども、エネルギーの問題はこれから何十年もの問題でありますし、日本の科学技術を尽くして必ずどうしても乗り越えなければならない課題がかなりあると思いますので、そういう課題として受け止めるべきだと思います。政府が一定の方向を指し示してですね、本気になって説明を尽くせば、まあ、日本では大多数の国民もこうした問題に理解を示し、国際社会の支持も得られるはずでありますから、そういう立場を取られるべきかと思います。その意味で、政府としての腰を据えた気構えが必要だと思います。報告書の56ページにですね、エネルギーの安全保障、エネルギーのコストや負担軽減のための政策に関する理解を得ていく努力を進めていくという基本的な表現がありますけれども、やや半身の姿勢かなと思います。お書きになる以上ははっきりそういう姿勢を示すことが国民の信頼につながるかなと、こんなふうにまず冒頭思います。そして個別的なお話を申し上げますが、原子力発電の位置づけについて16ページあるいは21ページに書いてございます。16ページにおいては、原子力は重要なベース電源という表現をして今おるわけですが、こういうところで用いる言葉としては、カタカナ表現というのは分かりにくいですし、
原子力の位置づけは国民として非常に重要な事項でありますので、国民への説明の身からも誰にでも分かる適切な日本語といいますか用語を使用した方がいいかなと思います。例えば重要な基盤となる電源とか、そういう表現があり得るかなと、こんなふうに思います。それから同じく16ページであります、今ほど発言もございましたが、原子力発電についてのちょっといろいろ書いてありますが、規模を確保するというところの部分でありますけれども、これについて将来の十分な原子力の展望がないままに、既存の古いものを単に継続して使っていくだけという意味であるとすれば、そうしたことは果たして安全第一か、まあ、そういう意味でないのかもしれません。今読んだ限りそうちょっと見えたものですから、そう申し上げますけれども、果たして安全第一か、また技術の承継とか発展につながるのかどうかということについては気になるところでありまして、もしそうであれば現場のモラルの低下とか事故にもつながる恐れがあるわけでありまして、新しい技術を生かして安全性を強化していくという姿勢が、これは今ある我々は毎日、責任を持って住民のために安全のためのですね、努力をしている、この安全そのものにもつながると考えます。このことは何より立地地域の多くの住民の安全に深く関わることがでありますし、ひいては国民全体の福島のようなことを絶対起こしてはいけないわけでありますので、そのことにつながると思います。これに関連いたしまして、27ページに海外に向けての話が書いてありますけれども、安全性を高めた原子力技術を提供していくことで世界の原子力安全の向上に貢献すると書いておられますけれども、海外に売っているものについてはですね、最新のものであって、日本のものは一体これどういうものが運転されるのかと、こういう問題でありましてですね、より筋の通った安全策として、日本の原子力をより安全なものにする必要があるんじゃないかと、このように思うわけでありまして、こういうことを国民にもお示し願うことが必要だと思います。特に規制基準のところに世界最高の水準の規制基準と書いてございますが、規制基準が最高水準であるならば、発電所のプラントの機能も最高水準でなけれにしていくべきかなと、こんなふうに思う部分がございます。それからエネルギーミックスのところ20ページでありますけれども、これにつきましては地球温暖化の問題が大きな課題であります。今ほど今日のご説明もあったところでありますが、エネルギー政策を考える際に温暖化の問題は日本のまた世界の生活や生産基盤に関わる極めて地球的な問題でありまして、一番次元の高い我々にとって課題だと思います。いろんな異常気象が身近に発生していることもそのことを示していると思います。原子力発電を含めたエネルギーミックスを定量的に決めておかなければ実効性のある削減目標は立てられないはずでありますけれども、そこで少なくとも27年の COP21 ですねまでには具体的なベストミックスの姿を定めることが重要かなと、このように思います。それから使用済み燃料の中間貯蔵の問題につきましては、私この委員会で何度かお話を申し上げております。25ページであります。新たな中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設等の建設活用促進と書いていただいておりますが、これまでの分科会で申し上げましたとおり、中間貯蔵施設については、日本の科学技術といいましょうか、また日本学術会議なども述べているところでありますが、原料化原督化の推進、安全確保がいろんな技術を尽くせばできるというような議論がなされているわけでありまして、
こうしたことを国民に十分示しながらですね、中間貯蔵の問題については立地地域固有の課題ということではなくて、これまで電力を消費してきた消費者との分担と協力が必要な問題だと思うんです。他の委員からも、消費者自身も消費地の皆さんも自らの問題として真剣に考えるべきというご意見も出ているところでありまして、幅広く新しい場所も考えながら新たな中間貯蔵を進めるという姿勢を示すべきではないかと考えます。最後に原子力規制委員会の問題であります。この現行のエネルギー基本計画では規制行政については触れられているわけですが、本計画では規制委員会そのものについての記述がないところであります。委員会の任務については設置法でですね、その目的が書いてあるわけでありまして、原子力利用における安全の確保を図るということでありますが、規制委員会のこれまでの一連の対応を見ていますと、原子力を国民のためにいかに有効に活用し、かつそのための安全確保という基本姿勢が十分見えないところであります。したがって国内外の幅広い知見も活用しながら責任ある規制行政を行うよう、政府としてもしっかり対応していただきたいということを併せて申し述べたいと思います。以上であります。はい、ありがとうございました。辰巳委員、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっと まさにいただいて資料いただいてあまり時間がなかったもので、前の方しか読めてないんですけれども、改めて後半部分に関しては今度三村文化会長がおっしゃったように何かで出させていただくとして、気づいたところというか思うことをちょっと述べさせていただきます。でまず初めにのところの、一番下の段落に本報告はと書いてあって、本分科会が取りまとめたエネルギー基本計画に対する意見であるというふうに書いてありますよね。ですからこれはここで話し合ったことをまとめたものですということだというふうに思うんですけれども、だからその時に別に議決を取ったり何かしたっていうわけではなくって、いろんな意見がこう出ていたと思うんでですね、そういうのをこうなんか併記するというふうな考えはないんでしょうかということが一つなんです。で一つだけの結論でここでまとめられると意見ということでこれまとめてくださるんであれば、ちょっとなんか違うんじゃないかなと私は思っております。で、それがだからそれで言いたいことをこれから言うんですけれども、すいません。だからまず言いたいことはもう本当に原子力に関してのみで、他のことに関しては後ほどまた読んでもしあれば出しますけれども、原子力に関してのみです。でですね、例えばですね、先ほどのその16ページの松村先生からのお話が出ていたようなところもですね、位置づけの話に関しても、やっぱり例えばですね、こうではあるけれどもこうであるっていうふうな書き方ができるんじゃないかなっていうふうに思っております。で後ほど詳しく非常に詳しく述べられておりますので、それはそれでその中をまた見ていきたいと思うんですけれども、ここのところで非常に要約されて書いておりますもので、そこにもやっぱりきちんと入れてほしいと。例えばその位置づけですけれども、使用済み廃棄物の大きな問題を抱えているけれどもというふうなこともここにぜひ入れていただきたいなというふうに思っております。でそれからあと下の例えば政策の方向性においてもですね、安全を見極めてとは書いているんですけれども、やはりひとたび事故が起こると大変なことになる、非常に惨めな条件が起こるんだからこそ安全にというふうなことをちゃんと書いていただきたいなというふうに思うし、で最後のその締めでですね、規模を確保する、再稼働を進めるというふうな書いているところら辺は、なんて言ったらいいんでしょう、反対の意見もあるけれどもというふうなことをちゃんと入れていただければいいかなと思います。各文章に関してまた検討してみたいと思いますけれども、自分でですね。で、そういうことで、両論併記とまではいかないかもしれないですけれども、こういう意見もあって、その結果、こういうふうにしたっていうふうに、ありましたということを、とにかく事実として出していただきたいなということです。
で、それであともう一つ、再エネの話なんですけれども、6ページに電気料金の上昇、あ、すみません、3の括弧1のところに電気料金の上昇とその影響のところなんですけれども、ちょっと文章がですね、これは細かいことなんですけれども、なんか非常に値上がりする値上がりするということが書きたいというふうな意図がここに表れているような気がしますが、すみません、その、括弧1の2、4、6、8行目なんですが、現在って書いてるところからですね、賦課金は3500億円で、電気料金はキロワットあたり 0.4 円増加しとかではなくて、これはもう事実でですね、だから 0.4 円であり、で標準家庭モデルで月に120円ほどとなっているということで、この電気料金上昇の要因とか増加とかって単語はいらないんじゃないかなと私は思っております。単純に事実だけ書いていただければいいんじゃないかと思って、で、あ、分かりました、場所は。いやいや、あ、すみません。で、それでその後ろに今後、まあ、増えていけば上昇するしていくんだろうっていうふうに書かれているのは、それで仕方がないというふうに思うんですけれども、でそれから電気料金の上昇はって、例えばその電力多消費型産業を中心にって書いてあるんですけれども、ここではですね、再エネのことを書いてて、そのつながりだというふうに考えるならば、一部免除されているはずですから、全員がその、多消費型産業の方に同じように負担されて、何でしょう、賦課金がかかっているというわけではないというふうに思うもので、なんか非常にその、再生可能エネルギーを増やしていこうという方向に対して、歯止めのかかるような書き方のように私には思えますもので、だからそこら辺もう少し検討していただければなというふうに思いました。でそれからですね、あともう一つ、すみません、5ページの、これは前にもお聞きしたんですけれども、2番のところなんですけれども、2番の2、4、6、8行目のところの現在のところなんです。現在原子力発電の停止分の発電電力量をっていうところなんですけれども、この比較のですね、毎回この数値は出てきておりますので、ここで実際出してくださってはいますけれども、非常に不可解に思っておりまして、で、2010年度分と比べってなっているところですけれども、2010年度分に原子力発電が動いていた時と比べということなんだというふうに思うんですけれども、その後、2013年度には実際問題としては非常に消費電力需要の側が減っているというふうに思いますもので、その需要が減った量でこれ換算すると違う数値になるというふうに伺っております。だからそのあたりがもう一度ちょっと換算し直しをしていただいて、お示しいただきたいなと。この常に 3.6 兆円という金額が同じだけ使われているという前提で計算されているように私は思って聞いておりましたもので、だからそこら辺のちょっと、すいません、削減している分をもう一度換算した計算をし直していただきたいなというふうに思ったんですけれども、以上です。はい、後で事務局からお答えいたします。今の点についてはですね、はい、それから次は柏木委員、よろしくお願いします。これずっとまだ全部きれいに読んでるわけじゃないんですけども、パッと拝見して、非常に老作だというふうに敬意表したいと思ってまして、大まかにをつかむと、現状があって、いろんなその理想が、例えば原子力に関しても嫌だという人もいれば、その徐々に減らせという、あるいはその維持しろ、いろんな理想があって、この報告書というのは前の時とは違って、その間のリアリズム、すなわち2020年から30年にかけてのリアリズムを言ってるわけ。だからこれ読んでると大体肯定的な部分が多くて、否定的な部分が少ないというふうには思う。だから肯定的にやらないとなかなか答えが出しにくいってことがあるんだろうと思って、そういう意味で私は読んでました。ですから、非常にその2020年30年に向けてリアリズムのあるエネルギーの需給構造の姿をの方向性を示している、定性的な問題と定性的に示しているというふうに私は評価したわけです。一番大きな点は、今までエネルギーのその産業っていうのはどちらかというと事業法で守られて、かつその内需で 3E という、それにプラス今 S が入ってますけれども、
この 3E をベースにやってきた産業群がこれからやはり国際的視点とその経済成長の要になるっていうこの2つの視点が入っているっていうのが非常に重要な点だと思ってまして、でそう考えるとやはり大規模一辺倒だった例えばメガインフラから少し分散型に入ってくるっていうところも一つの大きなで出口はやはり総合エネルギー企業の実現というためにエネルギー産業政策をこれから打っていくんだということが明確にしているというのが非常に重要なポイントだろうとこう思うわけですね。それでそういう意味ではこの需要地の中にやはりある意味で分散型の電源あるいはエネルギーシステムが入ってくるということを考えたときに新たなそのパラダイムのシフトが起きてきて、でその一つがディマンドサイドのデジタル革命ということになってくるんだと。でそう考えて読んでいますとですね、例えば41ページの時にこのディマンドリスポンスっていう、スマート化というスマートな判断がエネルギー供給の効率化を促進するディマンドリスポンスの応用と活用と、ディマンドリスポンス自体がまだそれほど明確にですね実現しているわけでもないし、まだアナログ的にその需給調整をしたりあるいは試験的にダイナミックプライシングをするとかです、それでピックアップをしているとか、こういう段階なもんですから、そう思ってこれはきれいに書いてあるんですよ、そういうことが。ところがですね、この要約を見ますとね、要約の例えば、5ページちょっと見てみますと、その部分がどうまとめられているかというと、デマンドリスポンスの活用により定量的に需要を抑制する仕組み等を確立するため早期にスマートメーター云々とこう書いてあるんですね。でスマートメーターの導入ってのはデマンドサイドのデジタル革命をすることであり、かつそれにデマンドリスポンスの手法をうまく両輪で動かすことによって目的としてはその定量的なその需要の最適な抑制を可能にすると、こういうことだと思ってます。少しそこら辺のこの文章の内容とですね、本文の内容とこの要約版の方がどちらかというとすっと出ていく可能性がありますから、できるだけ整合性が合うような形で再考を少ししていただくとより明快なんじゃないかなとこう思った次第です。はい、ありがとうございました。次は佐紀隊員よろしくお願いします。どうもありがとうございます。遅くなりまして申し訳ありません。今回このまとめを拝見して、私はまず今までの委員会の中でやはり事故を踏まえた率直な反省、そこから今回の話し合いが始まっているということをきちんと示すことがまず社会の信頼関係づくりに大事だということを発言してまいりましたし、多くの委員からそういう意見もあったと思いますが、今回そういうことをかなりきちんと捉えてですね、そういう視点からきちんとエネルギー問題について書いていただいている、そういう姿勢を私は大変嬉しく思ってまず読み始めました。それでその中でですね、特に今原子力政策をどういうふうに扱うかというのが社会の大きな関心なわけですけれども、この文章を見ているとですね、やはり輸入国であり安定供給のこと、そして温暖化対策を考えればベース電源としてきちんと位置づける、でただし再生可能エネルギーとか火力の効率化を踏まえれば依存度はできるだけ下げるという、非常に率直に現実を書いてくださっているというふうに思ってですね、私はその両面、こういう率直さがそのまま社会に伝わっていってほしいなというふうに思っています。それでなぜかと言いますと、今後じゃあどういう社会を作っていくのかということを考えれば、先ほど委員でですね、今新しく再生可能エネルギーとかですね、電力システム改革によって分散型のエネルギーなどもかなり
定着してくる場合に大きな変革の時期というようなお話がありました。でそういうふうな時期になることを考えると、電力事業者さんとか、まあ、企業の方だけではなくて、自治体とか、まあ、あの市民消費者一人一人がエネルギーに関してかなり自分事として考えていく、関わっていくということが大変重要なわけですので、あのこういうことをですね、あのきちんと全体像に関してきちんと捉えていくということが大事なんだというふうに思っています。でそういうような視点から言ってですね、あのこの短縮版の方なんですが、短縮版の方にはそういうことが身近に書いてありますから、このまんまこちらが原子力に関しては発信されればいいなと思うんですが、再生可能エネルギーなどに関しては割にさっぱり書いてあってですね、もう少しあの社会全体できちんとあの社会があのかあの自分たちの暮らし方とかですね、地域の在り方を考えるきっかけにもなるんだと。でそして新しいエネルギー産業を起こして地域活性化という可能性もあるし、そういうふうにしっかり考えていくんだという大きな時代の変革をですね、一緒になって作っていかなければいけないんだという、まあそういうこう自らあの主体的に関わっていこうというような、そういう新しいエネルギー政策の時代になっているということがもっともっと伝わると嬉しいなというような感じがいたしました。でなおですね、この本文の方の最後の方にやはりあの国民にきちんとあの情報を伝える、そして双方向的なコミュニケーションの充実ということで、かなり具体的な提案のところまで文言として入れ込んでいただいておりまして、私は今までこういうそのシステム的なところがやはり非常に弱かったというふうに思っていますので、こういうことがきちんとですね検討されていくという姿勢を示していただいたことは高く評価したいなというふうに思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。秋元委員よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。あの最初に松村委員の話があったので、もう一言だけ申し上げておくと、先ほど の, あの講演、エビンジャーさんのです、ね、講演の中で非常に、まあ、ものすごく話があの素晴らしかったんですけども、最後にですね、エネルギーって非常に複雑だと、非常に難しいと、非常に謙虚におっしゃられててですね、あのぜひですね、あの人にですね、そういうなんかわけのわかんないことと言うんじゃなくてですね、もう少し謙虚に聞かれた方がいいんじゃないかなという気がしました。でその上でですね、あの報告書について申し上げたいと思うんですけども、あの最初にですね、あの福島の復興が非常に重要だということを書かれててですね、私あのこの委員会でですね、最初だったと思うんですけども、福島の復興なくしてですね、このエネルギーの冷静な議論ができないので、そこは非常に重要だということを申し上げてですね、そこがあの冒頭にですねしっかり書かれているということはですね、非常に嬉しく思いますし、これは絶対に重要なことだというふうに思いました。であとですね、あの3プラス S のですねバランスという意味でですね、非常にあの先ほどもありましたけども、現実感を持ってですね、そのバランス感を持った規律って、まあいろいろやっぱりエネルギーっていうのは長所短所あってですね、その辺をうまく組み合わせるってことは重要ですので、あのそういう意味でも非常にいい形になっているかなというふうに思いました。であと国際的な視点の強化ということもですね、これまでと違ってですね、非常にあの丁寧に書かれてて、あのやっぱりエネルギーっていうのは国際的に非常にリンクしながらですね、あの考えていかない問題、いかないといけない問題であってですね、そこの点についても非常にいいなというふうに思いました。あのだから全体としてですね、私は非常にこれをサポートするという形になっています。で少しあの細かい点に関しては後であの申し上げたいと思うんですけども、少しだけあの気づいたところをいくつかですね、あのコメントさせていただきたいと思うんですけども、例えばあの6ページ目はちょっとあの辰巳委員だったと思うんですけども、電気料真ん中あたりでですね、電気料金の上昇は電力多消費産業を中心に企業収益を圧迫しって、まあ辰巳委員があのちょっと否定的に申し上げあのおっしゃったと思うんですけど、私もここは賛成でですね、あの例えば中小企業なんかはですね、もっと非常にですね、あの収益が圧迫しててですね、あの
確か日商からもですねそういうお話をいただいたと思うんですけども、あの電力多消費産業はですねまだ体力があってですねあのまだ良くてですね中小企業のように声がなかなか届かないところはむしろですねそこの方が非常に厳しい状況に置かれているというふうに思いますので、あまりその電力多消費産業を中心にというふうに固定せずにですねむしろその中小企業とかも含めてですね核とかそういう形をしてもらった方がいいかなという感じを持ちました。であと10ですね、まあここいいかな、あとですね、17ページ目で一番上のところでですね、今後3年程度再生可能エネルギーの導入を最大限加速していくというふうにあるんですけれども、ここはまあ、方針としてはいいんですけど、もうすでにですね再エネフィット入ってからですね1年経ってですね、これ法案に3年程度最大限加速、3年最大限加速するというところにこうして書かれているのかなという気がすると、今今後って言ったときにですねこの報告書から今後3年間なのか、ちょっとそのあたりがはっきりしなかったので、どういうまたですね3年間最大限加速する、まあ、最大限って言うとですね何でもありみたいな形になりかねないので、もともと今ある法案の3年間っていうのは理解するんですけども、そのあたりについてちょっと再検討いただければどうかなというふうに思いました。で18ページ目なんですけども、ここがですねこれはさっきのですねご講演とも絡む話ですけども、一番下あたりですね、発電事業自体のコストは競争によって抑制されていくと考えられるがとありますけども、ここがちょっと強いか、やっぱりどちらにあるかわからないというのがですね現実だと思うんで、もう少し決めるようなですね書き方じゃない方がいいんじゃないかなという感じを持ちました。でその他ですねすいません、戻ってですね、まあ、16ページ目のところの原子力に関しては、私は松村委員はあまりその加減みたいな確保するという言い方を書かない方がいいというふうにおっしゃいましたけども、私はある程度ですねやはり、まあ、別に数字はないんでイメージだけだと思うんですけども、やっぱり何らかのですね加減みたいなイメージはどうしても私の中にはあるので、数字ははっきりしませんけれども、そういうレベルをですねやっぱり維持していかないとなかなか難しいという感じがするんで、ここの文章は私は残した方がいいんじゃないかなというふうに思いました。それとですね、まあ、原発関係で先に言いますと、やはり国がですね廃棄物の高レベル放射性廃棄物の処理なんかをですね前面に立ってやるというようなことも書かれてたりですね、核燃料サイクルについては維持していくんだというような方針をですね書かれてるってことも非常に現実感のあるですね方向かなという感じで思いました。であともう一つ最後一つですけども、まあ、水素の話が結構書かれてて、これは非常にまあ新しい形でいいかなという感じで思いました。ここでも発言させていただいたようにですね、水素はいろいろな部署がですね分かれるような形になっているものをですねもっと全体的に統合してですね統合化して進めていかないとうまくいかないと思いますので、もちろんいろいろ難しい課題がいっぱいあると思うんですけども、そこをまあ乗り越えるですね努力をしていくという意味ではですね、いろいろな部署を統合したような形でシステム的に考えていくという方針がしっかり示されているというのは非常にいいことだなというふうに思いました。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。吉川委員お願いします。どうもありがとうございます。まずともかく原子力の依存度に関して可能な限り低減するという方向が出たこと、これはやっぱり 3.11 の後の、基本計画としては必要最低限の条件は守られたかなと、委員を辞めなくて済んだかなっていう、まあ、そういう印象を持ちます。それとかあるいは廃棄物問題について、すぐやんなければいけない中間貯蔵の問題についてかなり書き込まれたこととか、まあ、天然ガスシフトって言葉が書き込まれたこととか、そういう点は非常に評価したいと思います。まず細かい点をダダッと言って最後にちょっと全体について述べたいと思います。石油ですけども、産油国との関係、これずっと外国人のプレゼン聞いてるとやっぱりアメリカが中東から引いていく可能性っていうのはやっぱあると思うんですね。それ最近のサウジとアメリカの関係なんかとかを見ましても、日本はやはりこの産油国との関係重要で、
産油国から見た場合の日本政府の代表で、日本政府の顔である JCCP の予算なんかが削られているなんていう現実があるわけですから、ここのところはやっぱりもっと強調した方がいいと思います。天然ガス共同、調達踏み込まれて書かれてあるのはいいんですが、51ページの国際協力の2国間のところなんです。これインドの話出てくるんですが、共通の理解があるのは韓国であり台湾であり場合によっては中国で、そのここで2国間の協力っていうならば、天然ガス LP ガス等々の共同の調達、あるいは LNG あるいは LPG のハブを作る、こういう話なので、そこの51ページの2国間のところはこれちょっと書きそっちの方向で書き直した方がいいんじゃないかと思います。石炭2国間オフセットクレジットの話は非常に出てくるんですが、現実問題としては鉄鋼業界の方がよっぽど石炭よりもこれ真面目にやってるんです。石炭火力より真面目にやってる。つまり石炭火力にはボトルネックがあるわけで、それは例えば海外で二酸化炭素を減らしてきた事業者のみが国内で石炭火力を作っていいですよとかっていう、そういうような2国間オフセットにするとか、あるいは中国との入札競争に値段で負けちゃうならば日本も安く売ってその差額を政策的金融で入れていくと、したがって成長戦略とは位置づけないと、こういうようなところに踏み込んだ方がいいのではないかと思います。 LP さっきの LP ガスのハブと言いましたが、天然ガスは残念ながらハブ韓国だと思うんですが、LP ガスは民備がありますので、これをうまく使うと日本にハブを持ってくれる。特に最近ちょっと CP が急騰したりなんかしてますので、冬場にですね、この国備が充実したところを踏まえて民備を軽減するという方向を考えた方がいいんじゃないかと。要約の方だけ出てくるんですけど、読み方によると LP の備蓄体制を強化するというふうに読めちゃうような文章になってるんで、ここは民備は逆方向に考えた方がいいと思います。原子力中間貯蔵を書いたことはいいんですけども、もっとこれが緊急の問題だと、今そこにある危機だと、福島第一の4号機のように運転してなくても燃料プールで寝ている場合にはドライ方式がないとまずいわけでありまして、そこのところを強調すべきで、西海岸委員が言われたとおり、まさに消費地が責任を持つべきだと思います。ですから消費地にはその中間貯蔵を受け入れるか、あるいはもし受け入れない場合だったらそれ相応の相当の負担をするということをこう方向性として打ち出すべきだと思います。それからもう一つは賠償スキームのところが、汚染水問題は直接賠償とは関係ないんですけども、事業者無限責任&国の限定的な関与という方式だと、結局地元の被害者住民が救われないということがはっきりしたわけで、今の賠償スキームについて総合的な検討という言葉になっているわけですけども、これはもう相当仕組み自体を変えていく方向で真面目に変えていかなければいけないと思います。再生、さっき話題になった17ページの今後3年間という書き方なんですけど、これ今後3年間という書き方は非常に強く FIT に依存していくという方向が見えちゃうんですけども、必ずしも僕は FIT じゃないやり方でも再生っていうのを増やせんじゃないかと。先進国の中でかなり風力、太陽光、地熱が安く入っているところがあるわけで、もう少しこうFIT 以外の市場メカニズムに基づく導入量拡大についての本格的な調査をやるべきなのではないかと、こういうふうに思います。まあ、省エネ直接は関係しないかもしれないけど、個人の問題でガス協会の尾崎会長が、まあ、個人の 15% って目標を言われたわけであります。これについてやっぱりもう少しこうボリューム感が出るような見通しみたいなものが欲しいなというふうに思います。さて全体なんですが、原子力です。重要なベース電源だが原発依存度については可能な限り低減だが必要とされる規模を確保、なんかマッキーの歌みたいなんですね。もう恋なんてしないよなんて言わないよ絶対にみたいなんで、何言ってるかよく分かんない感じなんです。それでやっぱり私はこれともかく海江田時代に7回、枝野時代に33回、そして今度の茂木時代に多分16回くらいやってきて、国民がもっと分かりやすいこう方向性が出てくるんじゃないか、方向性提言というのは出たのさっきも評価しますけど、私はそのコミットメントっていう意味ではなくて、やはり見通し、つまりこういういろいろみんなポジティブに書いたんだけど、それを踏まえて政策全体としては大体こんな感じになるんじゃないかって、やっぱり
ミックスっていうのが見えてないっていうのが今度の分かりにくさの最大の問題で、特にちょっと真面目におかしいなと思うのは、再稼働の状況が分からないからミックス決めないって書いてあるんですけども、再稼働、これ規制の話とエネルギー政策は切り離すっていうことが大前提になってるはずで、エネルギー政策はエネルギー政策で考えて、規制は規制で考えるはずなんだけども、裏返せば政策決めたらそれがなんか規制委員会に影響を与えるんじゃないかって考えにつながりかねない。そこのところははっきりと切った方がいいわけで、政策は政策でちゃんと見通しを示した方がいいんじゃないかっていうのが、まあ私の考えであります。そこで質問なんですけども、先ほど西川委員が言われたように、COP21、2015年の12月ですか、ここまでには何か数字を出さなければいけなそうなんですが、しかも第一四半期って話になると2015年の3月っていうことになりますけども、どうやってミックスを決めていくのか、この意見を踏まえてどっかでトップダウンの形で決まるのか、それともはたまた新しい審議会ができて議論して決めるのか、その辺のその決め方について質問したいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。今のではちょっとこの計画の基本的なところに関わる話ですので、なんていうかきちっとしなければいけないと思っています。それでは次に一通り終わります。増田委員よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今回の、この一件ですね、一件全体の取りまとめで、まあ、時間軸とエネルギーミックス、このような観点で書かれているというのは、まあ、これまで私も述べてきたことに沿っているなというふうに思います。で、あと原子力を選択肢として考えると、で、まあ、前のエネ Q は基幹電源なんていう書き方をしてました。今回重要なベース電源で、確かにカタカナ言葉ですが、まあ、よくベース電源で使っているので私はそれほど違和感はないんですが、そこの表現はまたいろいろお考えいただければいいと思いますが、いずれにしても原子力を、きちんと選択肢としてエネルギーミックスの中で重要なベース電源として位置づけるというのは大変重要な部分だろうというふうに思います。それで、まあ、原子力発電の依存度を限りなく低減するとか、それから再生可能エネルギーを伸ばすというのは、これはまあ実行後言われてきておりますし、今回もそういうことが入っているわけですが、まあ、これは当然のことながら、この、新しく作り意見の中のですね、やはり重要な部分であります。で、特に再生可能エネルギーが、まあ、これを見ると風力と地熱にずいぶん上とかかっているような形になってますが、これはもうまた大事な点だろうと思いますので、こういった点について私は賛成を表するものであります。で、まあ、やはり今回のことについてはですね、原子力がいずれにしてもですね、非常に大きな注目点であります。国民の関心も海外も含めてみんなこの点になるんだろうというふうに思いますが、確かにこと原子力になると、いわゆるその発電サイド、その位置づけについてですね、まあ、どういうどれほど動かしていくのかということが極めて簡単に記述になってます。で、逆にこれまではあまり実際に仕事も進んでませんでした。バックエンド最終処分のところについては非常にボリュームが多くなっているということですが、これがまさにこれまでの原子力政策で欠けてた部分なんでですね、私はここで、まあ、前回私が報告したほぼその通りの形で入れてあるというのは大変重要なことではないかと。そしてそういうことも含めて原子力政策全体についてですね、やはり政府としてこう考えるということがここに出てきているという、まあ、そういうふうに理解しています。で、中間貯蔵についても実は私どものワーキングでやらないという整理にして、別のところで重要な問題ですが別のところでやってほしいということがここに中間貯蔵についても触れられているので、その点も大変良かったんだと思います。で、まあ、それにしても確かに原子力のですね、発電比率ですとか新増設が、ここでは触れられてなくて、そこはまた大変大きな関心を皆さんお持ちになっているんだろうと思うんですが、しかし実際に具体的に書くだけの今確かに材料がない。で、規制委員会の全くあれ規制
選挙というか全くですね白紙のキャンパスに書くんであればそちらときちんと分けてですねまた書き込まれるんでしょう。今あるものの中から全部止まってるやつからどうしていくかっていうそういうプロセスをたどっていくということから考えると今あの規制委員会のですね安全システムも進んでない中でどれだけ の比率見通しとしての比率をどれだけかけるかって材料がありませんのでここはまあ今の段階ではこういう表現で私はやむを得ないというふうに思っています。でただあの2015年の COP21 もありますしあのその問題もあるのと同時にそれ以上にやはりあの国内企業あるいは海外の投資家たちも日本の国内ですねどれだけのその投資をするのかという投資判断する上でエネルギーのコストですとかねそれから量的な安定性というのは非常に重要な投資判断でそれが今のこのこのような表現のままエネルギー政策ですと言ってもなかなか判断に困ると思うんでですね私はまああの来年しかるべきあの場でまあこれはあのそちらの方からまたあのお答えがあるのかもしれませんけどしかるべき場であのより具体化をするための検討をですねきちんと行っていく必要があるだろうというふうに思います。それからもう一点この原発の関係でいうとその先ほど機会にも触れられましたが原発の原子力発電のですねあの損害賠償制度です。でこれについては私はあの別途原子力損害賠償機構の方の仕事を携わってますがやはりもう一度この点についてですね議論が必要だろうと。で主要国はこの損害賠償について有限責任ということでですねそこをきちんと切り分けているわけですね。でこれについてあのやはり今回の事故を契機としてあの新増設どうするかにかかわらずですね新増設にかかわらずこの原子力損害賠償機構にあの原子力損害賠償制度については今一度ですねきちんとして議論が必要があるだろうと。で私はあのやはりそこは事業者にとっては有限責任ということをですねきちんとあの導き出さなければいけないんではないかと思います。で最後にあのこの意見の中ずっとまだ全部は読んでないんで通読をバッとしたんですがそれにしてもあの実行後明らかに特に原子力についてなんですが国民各層とのコミュニケーションがほとんど今まで取れてなかったということを痛切にやはり感じてきたわけでありますがまあそれにしてはこのやはり一番最後の部分のですね第9節になりますかね2枚半ほど書いてあるんですがここの部分についてはどうしてもその不十分というか迫力不足というかあまり大したことを言ってないなという気がしてならなくて以前のエネルギー基本計画はほとんど何も書いてませんでしたけどもまあやはりここの部分をこれはあの別に事務当局がどうのこうのというつもりなくてまあ私も含めてでありますがここをどう充実強化させていくのかということをもっとしっかりと取り組まないとあのやはり絵に描いた餅になるのでこの部分も非常に重要な部分まあ一番最後に置いておくには少しこうもったいないぐらいの大きなテーマだと考えなければいけないと思います。で1点だけ申し上げておきますが例えば原発について CLI フランスの CLI の地域情報委員会のような場の設置も言われています。私はこれは大変重要なことでありますしぜひそういうものを個別に設けるという必要があると思うんですがこの中でそこで、まあ、自治体事業者 NPO などとの、まあ、十分なコミュニケーションということを書いてますが私はあの現状の、状況を考えるにですねフランスなどもですね、各国とも必ず規制当局をその場に入れて、そことのコミュニケーションをしっかり取っているということなんですね。で、これに、この中で規制当局、まあ、日本でいうと、規制庁、規制委員会、ここが欠けてては、しっかりとした信頼関係というか、コミュニケーションが築けない。ですから、まあ、その規制当局も含めた場作りを行うという、そういうことをぜひですね、書いていただきたいなというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございました。山田委員、よろしくお願いします。はい、まず先ほどから議論が行われています16ページの原子力のその規模の確保云々のところですが、基本的に私はここでいろいろ議論してきた一つの大きな結論は、エネルギー供給に関してはエネルギー源の多様化と多角化、柔軟性、これが今我々が取るべき最大のエネルギー戦略だろう、そう考えています。したがって昨年までは原子力をゼロにしようということを市場命令として政策的に打とうとしたのに対して原子力もやっぱりいる、
天然ガスもいる、石炭もいる、再生可能もいる、石油もいる、みんないると。本来それが趣旨でありまして、まあそういう意味では全電源に一定規模全部いるって書けばいいんですが、まあ、それもあまりその市場メカニズムに誘導するようでよくないということであれば、一番大事なことはこの15ページとか14ページとか12ページにですね、多角化の方向性みたいなことを書いてあるんですよね。14ページの1ページですかね。ここをね、もう少し強化することではないかと、文章を。これはハムレーさんの講演などでも、やはり多様化多角化があんたらのキーだよってことは明確に言われているわけでありまして、そういう意味で原子力も含めた多様化多角化の路線で当面行くよということをもう少し書くと、それが一番の肝になるんではないかと。で、まあ、原子力についてはさすがに去年あれだけゼロだということをですね、前面に出したということにおいて、まあ、やっぱりいるよというメッセージはどっかにいるわけですね。やっぱりいるよと、まあ、私は了解得たと思ってるんですが、その言葉がこの一定規模で確保するということで現れたんだろうというふうに思っております。ですから、まあ、いろんな今までの議論でその CO2 問題、電気代の値上げの問題、原子力が持っている高い備蓄性や地政学的リスクの低さ等を考えるとですね、原子力を一定規模やはり持つことが当面この国の戦略として大事だということは明確に伝えるべきだと。先ほどの一定規模確保という言葉がいいかどうかはちょっとまあお考えください。それで次に大事なことは20ページで時間軸ということを言っていただいて、これ大変いいんですが、大事なことは今回2018年から20年頃まで、つまり今から5年から7年ぐらいを様子見期間、これは何様子見期間とは書いてないんですが、集中改革実施期間とすると。でこれは意気込みとして極めて結構、ここで本来あるべき頑強なエネルギー体制に持ち込むんだぜという意思が見えて、この言葉は大変結構です。それで、大事なことは火力発電とかですね、まあ、石油それから天然ガスも老朽化してきている、原子力も一部老朽化していくという、それぞれが違う時間軸と時程数を持っているということなんです。で特に原子力の場合には2030年としているこの目標ですね、今後20年程度目標にするって書いてあるから、今から17年後に原子力がやっぱりいるという場合には、この2020年の前くらいにはディシジョン下さないとトゥーレートになる可能性がある。で逆にトゥーレートでこれ判断つかんから、もういいや、天然ガス入れちゃえという事業者は当然自由化の中で出てくるわけですよね。ところがそれが15年後ぐらいに天然ガス価格が急騰したとなると、これは非常にまずいことになる。だから時程数が違うこと、それからそれぞれの現在の寿命が違うということを、この暫定期間でどう反映するかっていうのが、単に7年間待ってればそれで答えが出るわけではないんで、そこにやっぱり戦略がいると思うんですよ。だからそこの時間軸のところの考え方についてはもう少し補足がいるだろうという思いがいたしました。それから最後に、第7節の国際戦略の中で日米協力関係のところがですね、やはり結構重要なんじゃないか、今日寺島委員がおいでにならない、真っ先に言うはずなんだけど欠席でいらっしゃるんですが、多分これは化石資源の確保か原子力エネルギー自身の連携的な取り組み、それから核不拡散ですね。核不拡散どこに書いてあるかちょっと見落としちゃったんですが、核不拡散という意味での IAEA との連携や、さまざまな国との二か間協定、特にアメリカとの2018年での原子力協力協定の見直しに対する姿勢みたいなのはですね、もうそのあと何年か後ですから、相当強い意思を持ってここに
政策的な取り組みの方向性は述べておく必要があるのではないかという思いがいたしました。ちなみにさっき言ったエネルギー安全保障的に原子力も何もいるというのは、ここで話が出ました英国の CFD と言いましたかね、コントラクト・フォー・ディファレンスという新しい面白い制度が出ておるようです。つまりエネルギー安全保障を重視する国はああいう制度も入れよう、入れて一つの国家戦略としてやっぱり打っていくと、それ単なる自由主義経済を超えたですね、国としての何かの方向性を政策として出すという意思表示なんですが、我が国においてもですね、さっきのまあどれも一定規模いるというようなセンスの政策がいるというね、ことの一つの私は例かなという、参考かなというふうに思います。そういう意味でぜひその多角化による強靭化、その中で原子力もやっぱり去年はゼロって言ったけどやっぱりある程度いるねというメッセージはですね、この政策に書かれるべきだという思いを持っております。以上です。中上よろしくお願いします。最後ですので、もう皆さん早く帰りたいと思ってらっしゃるかもしれませんけど、もう一人いますから。あ、まだいらっしゃいますか。あ、よかったです。でも、はい、手短にあります。私の立場から言いますと、44ページの括弧4のところに詳細なエネルギー消費実態の調査分析が必要であると明確に書き込んでいただきまして、出席した甲斐があったなと、ここだけで私は思っております。そういう意味ではですね、これからいろんな形でエネルギー産業自体が変わっていくんでしょうけども、まだこれ一通りまだ正確に読み切っておりませんけども、例えば総合エネルギー産業っていう言葉が出てくるんですが、どうも総合エネルギー産業っていうのをこうよく読んでみると、なんか既存のエネルギー産業が再編するようなイメージぐらいにしか取れないんですけども、きっとそうではなくてですね、もっと全く新しいプレイヤーが出てくるんだろうと。スマートメーターの例えばスマートメーターの例でいきますと、ここは2020年頃にやっと、東京関連でも入るようでございますけれども、これはビッグデータにつながってくるわけでありまして、これは省エネ法の改正でエネルギー事業者からの情報をですね、社会的に有効に利用できるような道筋は今回の省エネの改正でつけたわけでありますから、そうするとこのビッグデータをですね、より詳細に解析すると、今までのようなその統計調査をしなくてもですね、かなり詳細な消費構造の分析ができそうなんですね。でそれはまた翻ってその情報をきちっと個別なスケールでですね、ユーザーに返すことができそうだと、こういう研究が今アメリカとかヨーロッパではかなり脚光を浴びてますから、そういうことを見据えていくと、新しい産業がですね、いくつも出てくる可能性があるわけですね。そういったところを少し書いていただいておいた方が、どうも今回のまあ執事が執事ですから、今までのこの不幸な事件をどうして事故をどうやってこれから考えていくかということになるには、党がどうしてもやっぱりそうなりがちですけれども、少し出口のところとしてはですね、そういうような表現が欲しいなと思います。例えば新しいエネルギー、再生可能エネルギーでもですね、どっちかっていうと普及のためにフィットだとかなりますけども、それを入れることによってどんなふうな技術が必要とされるのか、先ほどエビンジャー博士からもですね、ドイツのようにグリッドがつながっているわけではなくて、日本は独立しているんだからとなると、その中で新しい大変な実験が必要とされているわけですが、そこに単なるその経済的な面だけで言うのではなくてですね、どういうふうな技術を加味すればこれがさらに有効に活用できるのかって、もう少しポジティブな書き込みができると思うんですね。そこにこそ日本のまた新しい技術が世界に打って出られるかもしれない、そんなふうな表現をですね、入れていただくと、読んでる方もですね、少し夢が出てくるんじゃないかと思います。私自身は あまりきちっとしたアイデアありませんけど、ぜひちょっとお考えいただきたい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。最後ですが、市外員よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。何度かもう少し読み返してですね、詳細には10日午前中までに送らせていただきたいと思うんですが、全体通してのちょっと印象的な話で恐縮なんですけれども、最初の初めにで、その福島の再生に全力を挙げることを出発点とするというところでスタートされていて、その話がいくつかの箇所出ているのは、その反省を踏まえてということで、これは全体的にいいなという印象を持ちました。でもう少し濃淡のところで申し上げますと、電力料金の競争力の部分については、
国際競争を含めてですね、特に先ほどお話がありましたように、省エネ設備あるいは高ジェネ等を入れられる、比較的大きな企業はともかく中小企業の皆さん方大変ご苦労されているのは事実としてありますので、もう少し強調していただいてもいいのかなということと、それから濃淡の話でいきますとですね、やはり地球温暖化の問題に対するその我々自動車業界とすればものすごい投資をしながら燃費の改善あるいはその CO2 の削減をやってるわけで、その技術開発をしてるわけなんですけれども、そういう温暖化の問題とこのエネルギーとのところでいうと、もう少しCOP21 に向けての姿勢があってもいいのかなという気がしてまして、特にその再生可能エネルギーについてはその3年というのも私も気になるんですけど、なんかあっさりしてるなという印象が拭えないので、技術開発の中でですね、再生可能エネルギーがもう少しコスト競争力を持つ形の部分というのは我々産業界としてはあるような気がすごくしていまして、そこら辺もう少し意気込みがあってもいいのかなという感じがいたします。以上です。はい、ありがとうございました。意見ありがとうございました。これを取りまとめというのはちょっと難しいんですけども、全体としてはですね、事務局の取りまとめに対して評価いただいたと私は思っております。全体としてはですね、それから特に今後の進め方として重要な点は、吉川委員が言われたですね、今回 そのエネルギー基本計画の性格付けなんですね。で、今までのエネルギー基本計画というのは、例えばもう少しディマンドサイドがどうなる、それでその中でどういうエネルギー構成がある、省エネはどのくらいある、こんなことの一つのバランスの中での数字が提出されておったんですけど、今回はちょっと無理、はっきり言ってですね。それで今まで のエネルギー政策に比べて原子力を一つ位置づけるという点が非常に大きく変わっている点なんですけれども、したがって今回 このエネルギー、我々の作ろうとしているエネルギー基本計画は、もし言葉を選ばずに言えばエネルギー基本政策的な話で、これに基づいてですね、さらに詳細なエネルギー計画が作られると、私はそのように理解しております。ですから機械員のご質問は、そしたらそのエネルギー基本計画はどこで作るんだと、こういうことでありまして、これはちょっと私の今まだはっきりしてないんで、これ考えたいと思いますが、性格的にはそういう性格とご理解いただけるでしょうか。私はそのような、から今一つ特に原子力についての表現についてはいくつかのご意見がありました。これについてはもう一度ちょっと考えてみたいと思います。それから個々にご指摘していただいた中で最もな点、例えばアメリカとの核拡散防止の話だとか、という点についてはご指摘の通りでありまして、これは全て取り入れて中身を直させていただきたいと思っております。したがって一つ数量計画が入ってないというところが、率直に言うと、取りまとめる立場ではちょっとこう一つやり残している点があるという気がいたしますけれども、いろんなご意見ありましたけれども、今言ったような性格のものとしてですね、今回は取りまとめるという方向で委員長としては考えさせていただきたいなと思っております。それから特に今日は議論で出ませんでしたけれども、新増設云々の話についてはこのままではこのぐらいの表現でいいんじゃないかと、こういうのが体制の意見でしょうかね。どうなんでしょうか。今日はその辺についてはあまり激しい議論出なかったんですけども、次回その辺についてはもう一度ご意見をお伺いしたいと思っております。それで先ほど申しましたように、10日にですね、よくもう一度お読みいただいて、個々のご意見をぜひともお寄せいただき、それを取り入れた中身をですね、次回13日でいいんだね、はい、これにもう一度提示させていただきたいと思っております。それでは事務局の方から追加の説明ありますか。
先ほどの質問に対して辰巳から3.6兆円のご質問がありましたので、これはですね、実際のところその震災後ですね、各電力会社の燃料費は相当増えてまして、3兆円オーダーで増えております。でこの 3.6 兆円の試算ですけれども、もちろん当然需要は減っておるんですけれども、原子力発電所はベース電源ということで、需要が減ってもその基本的には稼働する、もともと稼働している状態でございましたので、そのベース電源として全く稼働していないというその状況の差分を計算しておりますので、そういう意味では原子力が止まっているコストの増という意味では、ある意味ではその実態を正しく表した数字だというふうに私どもとしては考えております。以上ですが、よろしいですか。次回また来週お集まりいただきたいと思います。今日はどうも遅くまでありがとうございました。